どうもこんばんは、ナッチでございます。正月アルテミスの進化が来ました。ご覧ください、ディアブロスの攻撃力を抜きました。軽々と200ぐらい差をつけてね、いや260だね、差をつけて抜いていきました。こんな可愛い顔して貴族生現在1位でございます。さあ、てことで早速使っていきましょう。性能はまあ皆さんもう分かってますよね、ご存知ですよね。スキブ5、そして7コン3つ、新覚醒2つ引っ下げて、スキルは2ターン属性吸収無効。ただね、無効感組んだ時に7コンボいかないとアルバートが進化を発揮できませんので、相方はネロでいきたいと思います。あ、で裏修羅はいきません、超転生来るまでお預けです。もう行ってもいいかなって正直ね、僕も思ってますよ。ただやっぱり、ただまあ過去に宣言してしまいましたから、はい、まあそこは守ろうかなと思っております。アルバート一体変身できんかったの辛いな、多分これ辛いな。あとネロはね、指を稼いでくれるのも結構熱いんですよね。このパーティーの初期案、指が6秒だったんですよ。6秒だよ、やばくない？固定リーダーかなって思わん？でも今はネロのおかげで、今は分からんか、多分10秒ぐらいまでは伸びてるんで、多少マシになりました。なんか貴族生はね、指が不足しがちっていうね、さっき生配信もしておりましたが、いろんな方がそう言ってたんで、間違ってなかったのかなと単純に僕のパーティーが指短いのかなとか思ってましたけど、まあ世間一般的に短かったらしいです。ここはアルバートの半減が残ってるとはいえ、ファクというか、プーカンさんもう溜まっちゃってる。早くない？さすがに早くない？まあでもファクトならいいか、そのまま甘えていきましょう。レオニスだったらロミアを使った方が安定っていう可能性もありましたよね、これ。さあどうだ、いける。大根撒き散らしてるけどね、ちょ見とってくださいね。これ単発だったら大根が生えるだけなんですよ。ほら、下からカイワレ大根生えてくるだけなんですけど、全体にするとね、カイワレ大根飛んでくんですよね。見とってくださいよ、ほらもう撒き散らしてる。お前耐えたのナイスだ。ちなみに追い打ちが入ると大根が焼けます。根性持ちが来ないと分かんないんですけど、追い打ちの演出で大根が焼けたように見えます。初無効感いけますね。意外と無効感分用意するの大変なんですよね。アルバートネロ使ったらたくさん木が生成できる感じはするんですけど、それが意外とむずいんですよね。お、何やらいい盤面じゃないですか。どうしよう、とりあえずネロだ。ネロだけ倍率でこれいけないかな、めっちゃ水あるしさ。ネロバートで副属性で超根性消せませんかね。さすがにこれじゃ足りねえか。お前ら頑張ってくれ。いや、行ってないんかい。もしかしてここしんどい？意外とむずい。ここ行ったわ、ようわからんけど行ったわ。コロネ行きます。ここでアルバート溜まってないのまずくないですか？空間さん使っちゃう？空間さん使っちゃうのもやばそうだけどね。固定ダメージが1だからこいつは倒せないんですよね。困った、これはこれは困った。アルテミスを使うっていう手もある。ここで威嚇を使ってしまうっていう手もある。使っちゃおう。これ本当はあのミストルテインとカラドボルグどっちが出ても対応できるようにつけてきたんですけど、タマドラに負けたくないからね、初陣で。はい、今使った瞬間に消せないドロップを回復したくなると。今使ったばっかやって。でね、アルバートは無効貫通組まないと強くないんですが、そこで新覚醒を生かしていけってことですよ。やれるね、
素晴らしいぜ。でギヒャハは出なかったんで遅延は大丈夫。なんかメンツ的にもネロでいけそうな感じ。ええぞ、よくやった。いや盤面やばいな、全然消せんやんこれ。アルレシャがいいなこのフロア。スピカは大変だぞ大変だぞ。アルバート2回は確定みたいなもんですもんねこれ。大変だぞ。どうせ半分しか削れんのに乾燥してんだよね、非常にもったいない。アルテミスもなかなかいい火力出してますね。10億ぐらいは今出てましたよね。21億がカンストのはずなんで、スキルが使えないというまさかの事態。これはじゃあ全然火力出ねえから5コンボで終わらせよう。いやそれでもカンストすんのお前やばくね。今エンハなかったぞ。新覚醒が意外とこれ響いてる説あるかもね。まあ単純にさ、リーダースキルの倍率が高いっていうのもあるんだろうけど、今までってアルバートはアルバートのスキル使ったら完走しましたみたいな場面が割とあった気がするんですよね。それが今は違いましたからね。これは5-3でいけるか。さすがにソティスちゃんにアルバートはもったいないと感じてしまう。いや落ち込んくるんかーい。そうだこれ回復できるんじゃなかったでしたっけ。でしたね。素晴らしい。まあネロを数ターン使ったら回復できるっていうのもあるんですけど、まあ、まだ属性吸収無効必要ないですから、メノはまだに溜まってればいいですから。やっぱ10ターンなのいいね。属性吸収無効になったってよりかは、アルテミスをね、正月アルテミスのスキルを軽く打てるようになったってのがね、個人的には革命ですね。今までは例えて言うならジビーみたいな感じだったんだよね。一回打ったらもうほとんど帰ってこないみたいな。そんな感じだったから、これはいいですわ。ハングリーデイズ。ハングリーデイズですが、次にアルバートを使いたいんで、一旦耐えましょう。回復ナイス、 L 字ナイスでですよ。ここは最近貴族性革命起きてますからね。しばらくロミアちゃんを使っておりませんでしたが、貴族性の革命皆さんもご存知かと思います。なんなら右の編成画面出てますね。空間とかいうやつのスキルがねもうぶっ刺さりすぎて、ここに貴族性はしかも泥鏡も稼げますからたまらんわけですよ。これをぶち込むことによってこいつらの取り柄である防御力は失われ、ワンチャン次のラファエルの先生も減らし、いいこと尽くし。 L 字を組みたい、 L 字組みたいけどこうするしかない。こうしましょう。これ多分パイロメアもクソも関係ないっすよ。苦手属性だろうが全員さようならです。ナイス。てかあいつらになんかさ、スキルを1枠対策してるのがやばいんだよな。なんであんなね、見た目雑魚キャラなのにさあんな強いん。こいつらちょっと強くしませんって言ったガンホーの人誰ですか。そうしかもね、こっからロミアの目覚めが使えるっていうのがね、またアルテミスの新覚醒と相性がいいポイントです。ポルックスでお願いします。ナイス。カストル出すぐらいならポルックスでいいよな、マジ、ここは。そこは皆さん同意してくれるかと思います。ただそうか、落ち込んで狙うっていう作戦はもう取れないわけですね。じゃあここもアルバートを使う。いや、そんなこともないぞ。落ち込んなしだからこそ、次に色が残ってるっていう可能性もあるから。これでいけちゃいますよ、と。おつ。いや耐えるんかい。
そこはもうさ、気持ちよく生かしてや。ジャスティスでお願いします。やばいやばいやばい。理想叶いすぎ。こいつも、ちょい待ちアルバートで行きたいけど、どうせ次の、あ、でもシャンメイ来たらめんどくさいな。次のフロアって大抵数ターンは耐久しがちと思ったけどね。シンファとかシャンメイだるいんで、アルバート使える状態でやっぱ行きたいですね。てか、ロミアを使っていくべきだな。どんどん。四君子で使いましょう。とりあえずここは倒しましょう。ロミアちゃんを変に溜め込むせいで、裏の空間さんが溜まっちゃってね。もう空間さんは必要ないですから。なんか前もありましたよね。ロミアを溜め直すっていう作業。それは避けたいです。だからここは何が何でも使いたい。お前かい。ぶっ飛ばすぞ、この野郎。まずはロミアだ、この野郎。いや、ロミアは毒降ってきてから使うべきだったかな。なんで使ってからそれ発想しちゃうんですかね。そうか。落ち込んなしだから目覚めもそんな活かせないわけだ。やばそうだ、その目覚め。あえて、しょぼくいくわ、ここはじゃあ。こんなもんで。いや、こいつの毒なかなか降ってくるんですよ。私は知っている。火の方が降ってきたわ。いや、さっさと倒さんとだるそうだ。なんで毒あんま消してくれないのよ。マジ、こいつ毒強い説あるんだよな、最近。最近それ思いがちです。これいけるんじゃないの、これで。毒にこそ怯えたが、こんなわけわからんコンボで。あー、水消えとらんけど大丈夫だ。ちょっとコンボ吸収怖かった。イエス、毒残っとるけどイエス。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか溜まろうとしとる。これは駆け抜けるっていう作戦よくないなー。よくないなぁ。クリスマススターが溜まっちゃうっていうパターンか。アルテミスのスキルちょっと見てなかったですね。まあ普通に考えたらポロネがあるから大丈夫って思うんですけど。まあそうする？個人的には最後アルテミスのスキル使って属性吸収無効ゲットおめでとうって倒したかったんだけど。ポロネでいっちゃう？威嚇は強いんだよな、正直。強いよね。なんならここで威嚇打ちたいから、ちょっとまた僕のロマンに付き合ってくれっていう感じになるかもしれませんね。これは耐久力自体はね、多分ね、全然大丈夫です。今5万ぐらいしか受けなかったよね。2コンボはまずい。ネロを使っていないとはいえ2コンボはまずい。もう余裕です。回復力は余裕なんで、毒だけをね、ちょっとどうにかしたい気持ちはあるんですけど。あ、落ち込んだしん時にアルバート使って、毒を消してみるってのもありかもね。まあ、ちなみにですけど、アルテミスで修羅挑んでんの初ですからね、これ。表とはいえ。正月アルテミスでもね、クリアしたことないんで。さあ、ここで威嚇ぶち込みの、威嚇ぶち込んじゃって落ち込もねえから、アルバート使いの、アルバート2回使いの、ネロも使って。なんで残るかな、それでも。可能性としては全然消す方が多かった気もするんですけどね。さて、そろそろ削りに行かんとまずいかな。アルバートは2枚残しておきたいわけですので、残しておきたいわけですので、まあ、フィニッシュはロミアでいいとして、ここ。ちょっとは削っておきたいよね。じゃあ次ロミア行きますか。パワーブレイクやめてよ。クイックタイムね。クイックタイムプレイヤーね。よっしゃ、行くぜ。これ多分ね、倒せる気がする。無効感組めたら倒せる気がする。8秒、意外とありますね。どうや？どうやどうや？降ってきすぎだろう。
ほう。ほう。ほう。負けです。負けました。あんだけキー固まってきてダメってことは、やっぱりアルバートはカンストしてるからってことだと思うんだよな。そういうことだよな。きっと他が頑張れなかったってことですよね。いや、さすがにリベンジしたいよね。でもね、こっからリベンジすると多分ね、今日動画は上げれなくなっちゃうんで、明日にしますか。この動画は明日アップにしますか。いや、リベンジはここからするんだけど、だから動画的には今何を言ってるかよくわかんないと思うんだけど、なぜ進化した当日に動画上がんなかったのっていうのは、多分ここでわかると思うんで、そういう経緯がありました。ということで、目の前戦までカット。まずいですね。早くしないとアルテミスが溜まってしまうんですよ。で、ここをね、アルバートなしで突破するのはなかなか運ゲーなことが分かったんで、アルバートおとなしく使います。ロミアちゃんでいけるかなと思ったけど、メノアちゃんもね、パワーブレイクとかしてくるしね。そう簡単にはいかないことが分かりました。すべてのスキルを残して、進化後に挑むなど、難しい話でございました。ここで木がたくさん欲しいな、盤面に。おいよ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 。そして何色が来ますか、姫のは。アルテミスを取っといた意味とは。まあでも一応水吸収が最後ね、ネロが入っちゃうっていう、その恐怖はあるから、無駄ではないか。無駄ではない。しかしあと4体内に打ちたいと。まあでもこいつ発狂ねえから無駄ではあるのか。変換としてまあ使えばいいんでしょうけどね。目覚めがあるうちに削っておきましょう。とりあえず火を抜け出しましょう。これはドロップが多すぎてなかなか困るやつだ。分割ができないね。L 字にしておこうか。落ちコン頑張れ。ナイス。1コンボは欲しいよね。硬っ。マジかや。ヒーリングシンドローム対策でアルテミスを置いておくのはありかもしれませぬな。せぬな。せぬせぬ。めっちゃ火ある。これ使うべきじゃない？使っちゃおう。ここだよ。ここで使うべきだよ。ここで使わずいつ使うだよ。ただエンハンスがないんで。あ、でもアルバートが乾燥してるんだ。なんなんだアルバートって一体。姫のはだからこんなに硬く感じるんだよね、きっと。よし、ここでアルバート使いの、ネロ使いの、一旦貴族性にしますよ。こんな硬さはもうごめんです。落ち込ん狙うか。カモン！いや、黒い。黒いドロップ降ってきた。よし。お、ロミアが帰ってきたの熱いよ。これは新覚醒を生かせと言っている。しかしまずはこの暗闇を消したい。こっからワンパン狙いますから。いや、もうワンパンではねえか。こっからのワンパンね。一旦こんだけで耐えます。ロミア使う前から結構降ってきている。痛い。一応ポロね、水入ったら怖い。ロミア使う。アルバート使う。ネロはいいかな。火消されたらなんかコンボ数減りそうなんで、ネロはなしでいいですかね。ああ、ちょうどキリいいじゃないですか。さあ目覚めてくれよ。新覚醒生かしていけ。見にくい。目覚めとるけど見にくい。煙幕のせいでなんかあんまりよくわからんかった。はい、とりあえずクリアはできました。属性吸収無効タマトラゲット。とりあえず使ってみた感じ強いです。そりゃ強いです。いやマジね、新覚醒もあってかアルバートがさらにあっさり完走する気がしますね。ただちょっとリーダースキルが大変。今んとこ大変ですわ。理想としてはですね、アルバートを編成しないっていう理由はないと思うんだけど、理想としては無効管を組まずに道中は駆け抜けたい。そう、無効管分用意すると12個必要なんで、ちょっとペースが遅いかなっていうのはあります。まあ高速周回目的で使ってるわけではないんですけどね。で、相方問題なんですけど、来週から始まる物語シリーズに何やら良さそうな子がねおりますので、まあその子出てもう一回使ってみるって感じですかね。
まあ相方ネロも弱かねえけどって感じではあった。無効貫通安定するって意味では悪くはなかったです。ということで持ってる方はぜひ作ってみてください。以上、ナッツでございました。バイバイ。